はいどうも、ルーでございます。スパロボ DD やっていきましょう。はい。今回はガチャ引いていきたいと思います。で、制圧戦も、まあ、まだまだですけど、エリア5の途中までですかね。まだまだですね。で、使ってるパーティーが、基本的にはこちらですね。もう、バルブレイブは違いますね。バルブレイブではなくて、ここはグレーに認識ですね。使っております。これでまあ、総合戦闘力153,000と、あともうちょっとで、4万のユニットが生まれるというところですね。それがアクアビートっていうのがね、ちょっと嬉しいですね。だってまだ装備揃ってないですからね。うん。まあ、ここら辺も頑張っていきたいですね。育てていきたい。オーラキャノン手に入んなかったのが痛いんだよな。手に入ってればな。というとこです。で、まあ今回の制圧戦か、今度は。制圧戦じゃねえや、迎撃戦か。水着があるんだけど、俺はちょっと涙を飲んで、迎撃戦用の装備を手に入れていきたいと思います。ビーマ、マグナム、マペーキ。まあ持ってんだけどね。レフィンファンネル。で、このグランゾートの、リザブルスパイヤーっていうのが欲しいんですよね。まずは例のごとく厄落とししていきます。これはちょっと後にしよう。チケットガチャ30連。来い！来ない。しかも1個だけ飛ばします。登竜拳か。オッケーオッケー。押し切った！ありがとうございます。さあ、何が来る？あー、ブレストバーン。でもまあ、徹夜の大ぶ手に入れたんでね、OK でしょう。もうないよね。よし。まずガシャチケットでね、ノーマルガシャチケットで SSR が出ること自体神がかってるわけなんで。グレネードランチャー。まあ、いっか。てか、あれだね。ビームカタールソードとか、今、熱いところが手に入りましたね。ナックルボンバーとか。さあ次は、おお、10枚溜まっている。怖い。ニューガンダムのクロスレンジアタッカーは持ってないぞ。あー、ダメか。サーペント、これ、特性上げられるじゃん。やった。あ、オーラソード。あれ？でも特性こうだっけな。オーラソード。聖射撃イーバスライフルイームサーベル熱戦さあ SSR ガチャいくよ。ダウンローディング来い。あ、押しちゃった。まあいいやロケットパレードいきます。じゃあ何が出るんだろう。私はラインナップとしては1週間に1枚ずつもらえるのか。あ、俺なんか1回逃してんだこれ。いきます。あ、2枚あるわ。オッケーオッケー。やべえ、ドキドキする。いきます。ほっ、何が出る。揺さぶる。まだハイニュー持ってないんだよな。そういえば持ってないのか、それとも持ってんだけど忘れ去られてるか。おお、 V の字切り。オッケーオッケー。いいじゃないですか V の字切り。2個以上来い。2個以上来い。おし、オッケーで、短分しかったか。ちょっと残念ながら使ってないんだよな。アーバレスト。レアばっかり悲しい。わあ。あ、でもまあ、バルブレイブか。ありか。OK です。2体出たことがね、全てのものを救いですよ。さあどうする。まあでもこれだよな。少し残るし、そしたら期間内に水着ガチャも引けるかもしれないし。いくぜ。ほっ、まず支援系の SSR1 体買って、SR なし。寒いガチャですな。さあ続いて、10連 SSR1 個確定。2個以上来い。はい、来ない。でも SR なんか出ろ。グランゾードとか出ねえかな。お、ライガー。来い。あー、ファイヤーブラスターでも強いか。超気ニューゼットアルファ。攻撃力、防御力プラス3。強いな。さあここで無料10連が挟まる。出た。ありがとうございます。1個か。そうだよな、確定じゃないもん。ああ、ハイマニューバー。いや今回はちょっとあれですね、新しいのないね。まあでも俺これビームマグナムが正直言うと欲しいんだよね。あ、それかフィンファンネル。まあどれも欲しいんですよ。3つとも戦力アップになるんですよ。3つ取って、3つどれ取ってもシェア。これやって石が残るっていうのが素晴らしい。2個出た。おお、でも持ってんだね俺フィンファンネルだったら持ってないんだよな。他の2つ、いや、そうだな。グランゾータは持ってるな。持ってないな。ああ、ビームマグナム。わかりやした。見切りバナージュを。はい。というわけでね、今回はこんなところで終了したいと思います。そうね、もう、ここのガチャはもう引かないかな。ビームマグナムのかぶりになってしまったんで。なので、こっちを狙っていきますね、次は。持ってない、この、なんていうのかな、なんだ、この攻守っていうのと神速はかなりいいのかなっていうふうに思うんで、リアル系にも全然使えるし、素晴らしいっす。これからもスパロボ DT 頑張っていきたいと思います。そして今手に入れたチップ見てみるか。どれだ？これだ。交換できるものは少ないな。まあちょっと石をもっと集めたいね。ストーリーまだクリアしてないところもあるんで。あとは、みんなストーリー飛ばしていいっすよ。僕はストーリー動画出しますんで。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございます。最後にチャンネル登録、高評価、ぜひお願いいたします。バイバイ。